サンダルでは僕一番気に入ってんちゃいますかね。身長ね、4センチ以上漏れるということなんで、手羽の定番やとか言って喜んでずっと言ってるけども、一向に広まらないまま、今まで。はい、本日はね、こちら手羽の新作をご紹介していきたいなと思います。ということで、こちら定番のね、手羽のサンダルがあるなんて言って、買い物動画でね、ダダ滑りしたのを皆さん見ていただきましたでしょうか。これ約2年ぐらい前に購入して、サンダルでは僕一番気に入ってんちゃいますかね。外履き用では、みたいな話はしてたんですけど、それのね、最新バージョンがこの2023年に出てきたんですよ。で、これはまあカラー違いなんですけど、ほぼほぼ素材とかは一緒です。じゃあ何が違うんかっていうところね、今から見ていこうじゃないかというのが本日のテーマとなっております。まあ、パッと見て分かりやすいところっていうのはこのソール部分ですよね。このソールが従来のモデルの厚みからさらにこう分厚くなっていると。で、タイトルっていうか商品名が手羽の XLT2 っていうのがこのモデルだったんですよ。もうずっと出たやつで、これが手羽のハリケーン XLT2 アンプソールっていうのが正式名称らしいんですね。だからソールがある方ない方って覚えたらいいんですけど、そのある方を今回購入したので、まあ、履いていきましょうということです。一応ね、メーカー公式ではね、こちらのソールがね 4.5 センチあるということなんで、履いてみると身長ね4センチ以上漏れるということなんで、身長にねコンプレックスがある方なんかはね、こちらいいかなと思います。で、僕は今178なんですけど、これ履くと182ぐらいまでなるので、夢の180代ですよね。今まで180ってどんな世界かわからんかったけど、まあ、確かにちょっと高いような気はするけどもね、こんな感じになっております。見てどうですかね。わあ、すごいソールが高いなっていうことも多分あんまないと思うんですよ。だから、まあ、今まで手羽持っててハリケーンのこの普通モデル持ってて特に問題なかったよっていう方は、この定番の方でいいと思うんですよ。で、この定番じゃない方の手羽のやつに関してはもうちょっとソールがある方がいいよっていう、こう身長漏れたいよっていう方はね、こっちでもいいかなとは思うんですけど、ただブラックめっちゃ人気です。もう僕が買おうと思った時店頭なかったんで、これカーキ買ったんですけど、ブラック欲しい方はね先にもう行っちゃった方がいいと思います。っていうのも僕ちょっと遅くなって、これ販売したのが実は3月ぐらいなんですよ。で、3月から紹介せって言われてたのにずっと忘れててね、この時期になって申し訳ございません。まあ、普通バージョンの方も一回履いてみましょう。これはね、やっぱり安心感がありますね。普段ね、いつどういう時に履くんかっていうと、僕レインボーサンダルっていうサンダルとこれをよく履くんですよ。で、レインボーサンダルって普通の B サインやからかかとないんですね。で、かかとないと車の運転とかってできひんじゃないですか。だからこれ履いとけば、まあ、車の運転とかもできるんじゃないかななんて思ったりはしてるんですけど、まあ、そういう時に履くっていう感じですかね。じゃあ左足を普通手羽にして、右足をそのアンプソールバージョンにしましょうか。で、皆さんに引きで見てもらいましょう。今は普通の定番の方の手羽で、身長を合わせてます。で、アンプソールの方に行きますね。これの微妙なさ、ちょっと高なったの分かる？左、普通の方、ソール高い方、普通の方、ソール高い方。まあそんな感じでね、ちょっとソール漏れますよということでした。でですね、まあこれじゃあ違いないんやのっていうところなんですよ。まあもちろんソールの違いは分かったんやけど、他違いって何があんのっていうところなんですが、いろいろ僕も見させてもらったんですけど、例えばこのストラップの素材感とかどうなんかなって、公式サイトも見たけども、まあ同じだよねと。で、このソールのブランドとかもどうなんかなと思ったら同じだよね。素材はどうなんかな、素材も同じだよね。なので違うとこって言ったらこのソールの厚みなんですよ。で、ソールが厚くなったから、じゃあ履きやすくなった、履き心地よくなったんか、拓造ちょっと正直に言ってくれってことなんですけど、はっきり言いましょう、あんまり変わらない。だから履き心地がめっちゃいいのって、言ったらこういうね、ウーホスとかって履き心地いいじゃないですか。だからクッション性求めはる方は多分こういうとこ行った方がいいので、手羽にクッション性求めるっていうところがね、違うというか、逆にこう頑丈やからこそ、こうなんていうの、ぐねりがないというかね、こうしっかりホールドされてるっていうことなんですけど、こうクッション性があるものってどうしてもこうぐねぐねするので、岩とか石とかの上踏むとぐじゅってなっちゃうんですけど、まあそういうところがね、考慮されてるっていうところが、まあ手羽の良さであるので、それは引き続き継承されてるんではないかと。で、ソールが高くなってるので身長を盛りたい方はどうぞと。まあ、特にマッチングアプリでね、一番最初に出会う時なんかはね、ちょっと身長を盛れた方がいいかなと思いますので、ぜひマッチングアプリヘビーユーザーの方はこれを履いていただければなと思います。ということで、値段がですね、これいくらになったんかと。この元々の定番の方がね、17,880円と。で、この新しい方に関しては11,880円ですので、値段差は1000円ですね。1100円違うので、
たった1100円で夢の180台に身長を盛ることができると考えるのか、まあそれやったらいらないと思うのか、どうでしょうか。僕個人的には、まあ、身長盛る系って男子も流行ってると思うんでね、そういうのありやなと思うんですけど、僕は別にいらないかなと思うので、普通のこの定番の方でねずっと履いていくとは思うんですけど、ちょうどね169とかやねんっていう方なんかは、うわあと4センチあったら最高やなっていう人なんかはねめちゃくちゃいいと思うので、そういう方はね狙うのはどうかなと思います。なのでね、まあ、デメリット最後デメリットおすすめの人で終わりたいなと思うんですけど、デメリットとしてね何がじゃあこれデメリットなんかなと思うと、まあ言うたってほぼ変わらへんわけじゃないですか。でここ履いててうわデメリットやなって思うとこってあんまないんですよ。でサンダルってよくね靴ずれ起こるじゃないですか。で僕はこれ起こったことないんですっていう普段言ってたんやけども、視聴者さんによってはね実はちょっと靴ずれしましたっていう人もいてたんで、靴ずれする時も可能性としてはありますが、僕はしてないですけどもね、そんなんがあるぐらいが唯一のデメリットで、おすすめの人としてはこれね洗えるし普通に水場でも使えるし、さらに脱げにくいしって考えたら結構使い勝手いいんですよね。だからまあ僕は今普段履いてるようなこういうショーツとの相性がいいので、まあ、ショーツ履く時なんかはこういうの履いたりとか、まあ、スポーツサンダルはね合ってくるんじゃないかなと思います。で僕はね2年も3年も前からね手羽の定番やとか言って喜んでずっと言ってるけども、一向に広まらないまま、今まで2023年まで来ました。ってことは2023年まで広まらないまま来てるんやったら、2024年もおそらく広まらないままずっと言い続けると思いますけどもね、あんま皆さんは真似しないでください。ということで本日ですね、手羽の新作ハリケーン XLT2 の、アンプソールを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。